皆さん、こんにちは。森でございます。本日はお忙しい中、決算説明会にご参加をいただき、誠にありがとうございます。当社は本日15時30分に2023年度通期決算を発表しました。発表資料は当社 IR ウェブサイトに掲載をしています。本日はその資料のうち、決算説明資料を用いて、私から決算の概要をご説明し、その後、質疑応答に移りたいと存じます。それでは説明を始めます。1ページをご覧ください。はじめに、本日の説明のポイントをお伝えします。2023年度業績は、保有契約年換算保険料が前年度末比120%、保険サービス損益は前年度比124%、そして、ヨーロピアンエビデッドバリューは前年度末比118%と、主要な経営指標はいずれも力強い成長を実現しました。次に今後の取り組みのポイントをご説明をします。この度当社は新たな経営方針、2024年度から28年度までの5年間の中期計画、およびアウトカム目標を策定しました。経営指標については、2023年度から国際財務報告基準、IFRS を適用したことを受けて、企業価値を表す最も重要な経営指標は、従来のヨーロピアンエンベデッドバリューから、包括資本、コンプリヘンシブエクイティに変更し、2028年度において、2000億円から2400億円の到達を目指します。コーポレートガバナンスの観点では、取締役会の監督機能を一層強化することを目的として、独立社外取締役を過半数とするモニタリングボードへの移行を行います。最後に、これは当社から株主投資家の皆様への意思表明として、今後は企業価値の向上に加えて、資本市場からの評価向上にもより一層注力をしてまいります。各項目の詳細は後ほどご説明をします。それでは23年度の決算についてご説明をします。3ページをご覧ください。まず、通期決算について、ポイントをご説明をします。企業価値を表す最も重要な経営指標であるヨーロピアンエビデッドバリューは、前年度末比17.9%増加の1469億9100万円となりました。次に、成長性を表す保有契約年換算保険料は、前年度末比19.6%増加の287億5000万円となりました。そして、一般事業会社の営業利益に相当し、当社の保険事業の収益性を表す保険サービス損益は、前年度比24.2%増加の82億2200万円となりました。主なトピックについては記載の通りですが、後ほどのページで詳細をご説明します。4ページをご覧ください。アニュアルリカーリングレベニューに相当する保有契約年換算保険料は、2024年3月末で287億5000万円となりました。2023年度は、7月から開始をした暖新事業の上積みもあり、前年度末比19.6%増と、力強い成長を実現しました。5ページ目は、その保有契約の変動要因をお示ししています。暖新の保有契約年換算保険料の、当四半期、3ヶ月間での純増は4億4900万円となり、好調を維持しています。また、個人保険の保有契約年換算保険料の純増は4億2800万円となり、2四半期連続で前四半期を上回る結果となりました。続いて6ページをご覧ください。ここから IFRS の説明に移りますが、最初に全体感ご理解いただくために、IFRS ベースの損益計算書の要約をお示ししております。2023年度通期の保険サービス損益は82億2200万円。最終利益である親会社の所有者に帰属する当期利益は57億3400万円の黒字となり、いずれも前年度比で大幅な利益成長を実現をしました。中でも特に重要な指標である保険サービス損益については、次のページ以降で詳細をお伝えします。7ページをご覧ください。保険サービス損益の推移をお示ししています。保険サービス損益は、いわゆる営業利益に相当するもので、当社のように
保証性商品が中心の生命保険会社では、保険サービス損益が利益の大部分を占めます。2023年度の保険サービス損益は、前年度比 24.2% 増加の82億2200万円と成長した一方で、昨年8月に上方修正をした業績予想86億円には未達という悔しい結果となりました。未達の要因、次のページでご説明をします。こちらは2022年度から23年度にかけての保険サービス損益の変動要因をお示ししています。前年度66億円だった保険サービス損益が23年度に82億に増加した変動要因を、項目ごとにグラフにしたものが右側の図になります。まず増益要因の一つが予想保険金等と発生保険金等の差額です。2022年度は新型コロナウイルス感染拡大による給付金支払いが多く発生した年であった一方で、2023年度はコロナ関連支払いが収束したことなどにより19億200万円の増益要因となりました。もう一つの増益要因は CSM リリースです。保有契約の成長に伴い、2023年度の CSM リリース額は、こちら左側の表の3行目にもありますが、70億5600万円となりまして、6億5400万円の増益要因となりました。一方で断新損益は、第3四半期および第4四半期において契約者への保険金の支払い、契約者というか住宅ローンの利用者に対する保険金の支払いが当初の想定よりも多く発生をしたことにより、再保険考慮前でマイナス6億6600万円となり、保険サービス損益の業績予想未達の主要因となりました。次に9ページをご覧ください。ヨーロピアンエンベデッドバリューのご説明に移ります。ヨーロピアンエンベデッドバリューは保有契約が今後生み出す、法定会計上では未実現の将来利益の税引き後価値を加味した純資産、いわば純資産の現在価値です。2024年3月末時点のヨーロピアンエンベデッドバリューは将来利益原価の成長に加えて、昨年9月に行った増資による修正純資産の増加もあり、1469億9100万円となりました。2012年3月の上場以降の年平均成長率は 19% となっておりますが、中でも特に保有契約から生じる会計上未実現の将来利益である、保有契約の将来利益原価は年平均 30% で成長し、 EEV の成長を力強く牽引をしています。また折れ線グラフは1株あたりの EEV の推移を示しています。2024年3月末時点の1株あたり EEV は1831円となり、今年度期中に実施をした増資による希薄株を回収し、今年度も成長トレンドを継続することができました。10ページは2023年3月末から24年3月末まで1年間の EEV の変動要因分析です。2023年度の修正 EV 増加額は89億5300万円となりました。このうち新契約価値は67億3000万円で、特に断新の新契約価値52億5100万円が大きく寄与しました。また保険関係の前提条件の変更として、断新事業が加わったことによるスケールメリットが、事業比率の改善につながっていることに加え、死亡率前提の見直しなどもプラスに貢献をしています。ここからは、2023年度の主な取り組みについてご説明をします。11ページをご覧ください。当社は2022年、8月にエーザイ株式会社と認知症領域等での協業に向けた資本業務提携契約を締結しましたが、この度両社で共同開発をした保険商品、認知症保険 B を4月から販売開始しました。認知症は、の患者様は年々増加をしておりまして、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると予測をされています。超高齢化社会により医療費が増え続け、
社会保険料の形で若年層の負担も増加の一途をたどる中、民間保険会社の当社が担える役割として、認知症領域において多くの人が早期発見、早期治療できる環境をサポートすることが、結果として若年層の経済的負担を減らすことにもつながると考えております。そのような意味でも認知症保険 B はこれからの時代に必要な保障であると考えており、多くのお客様に届けてまいります。12ページをご覧ください。2023年度における事業面の振り返りを簡潔にさせていただきます。この1年振り返りますと、個人保険事業においては経済のリオープニングを受けて生命保険需要の減退が長期化した、向かい風の環境下ではありましたが、今後の保有契約の成長を再び加速するための施策に注力をした1年であったように思います。ダイレクトビジネスにおいては、継続的な顧客体験の向上や営業投資を行いましたが、その結果、実際に保険加入をされ体験されたお客様の評価である JD パワー生命保険契約満足度調査で、4年連続ダイレクト制覇第1位の評価を獲得できたことは、当社がオンライン制覇ナンバーワンであるというブランド形成に大きく貢献するものであると考えております。このオンライン制覇のリーディングカンパニーというブランドが、異業種とのパートナービジネスの推進にも寄与しており、魅力的な経済圏を持つ企業から当社が選ばれるという好循環を生んでいます。2023年度は SMBC グループとの協業が始動し、新たな金融経済圏、ポイント経済圏にエンベデッドすることができまして、今後の事業拡大に向けて大きな成果を残した1年であったと捉えています。13ページをご覧ください。2023年度の大きな成果の一つは、事業領域拡大の一環として7月から開始をした au 自分銀行との団体信用生命保険の取り組みです。ご覧の通り、成長を続ける au 自分銀行の住宅ローン融資を背景に、当社の暖信の保有契約年間残保険料は力強い成長を実現しました。一方で、前述の通りですが、2023年度は保険金支払いも想定以上に多く発生し、保険サービス損益を圧迫しましたが、2024年度においては7月に保険料率の改定を予定をしておりまして、2024年度以降は暖信事業も利益貢献をする見込みです。14ページをご覧ください。以上、2023年度決算の説明を踏まえ、2024年度の連結業績予想をお示ししています。まず、成長性の指標として、2025年3月末の保有契約年間残保険料は、前年度末比18.2%増加の340億円を見込んでいます。続いて、収益性を見る指標として、2024年度の保険サービス損益は、前年度比9%増加の89億円を見込みます。その上で、最終利益である親会社の所有者に帰属する当期利益は、前年度比8%増加の62億円の黒字を想定しています。続いて、15ページ以降では、本日新たに発表した内容についてご説明をします。冒頭申し上げました通り、当社はこの度、新たな経営方針及び2028年度を最終年度とする5年間の中期計画を策定をしました。この新たな経営方針を策定するにあたり、当社が取り組むべき社会課題について今一度検討し、実現したい社会をアウトカム目標として定め、安心して未来世代を育てられる社会と設定をしました。お客様一人一人がご自身の望む生き方を選択をして挑戦ができる世の中となるよう、中でも特に少子高齢化をはじめ、日本社会が抱える課題に対して安心して未来世代を育てられる社会づくりに当社は貢献をしていきたいという思いから、このアウトカム目標を定めました。17ページをご覧ください。こちらは新たな経営方針になります。大上段ミッションであります経営理念は、全経営方針から変更はありません。一方で、目指す姿については、全経営方針期間において、オンライン生保市場のリーディングカンパニーとして、市場の拡大を当社が牽引を十分にしてきたと
こういう自負のもと、これからは当社自身が生命保険の未来を作るという決意から表現を更新しました。そして大切にする価値観は、上段の目指す姿を実現するためには、何よりも人材が重要であるという考え方から、この度新たに作成をしたものです。事業の拡大に伴って組織が大きくなることに合わせて、当社役職員が大切にする価値観をライフネットバリューズとして明示をし、今後のお客様視点の事業運営を一層強固にしてまいります。続いて18ページをご覧ください。2028年度を最終年度とする5年間の中期計画を策定しましたので、その概要をお示しします。成長戦略としては、当社が次の成長ステージに向かうための3つの重点領域、および人材戦略を新たに設定しました。次に、目標については、新たな経営指標として包括資本を定め、2028年度において包括資本2000億円から2400億円到達を経営目標として設定をします。合わせて財務目標は、株価3000円以上、1株当たり包括資本の10%成長を2028年度に達成することを掲げます。また、経営目標の達成を目指す上で、人的資本を強化する目的から非財務目標も設定しました。詳細について次ページ以降でご説明をします。19ページをご覧ください。まず、当社が考える事業環境への認識について3点ご説明をします。1点目として、オンライン生保市場の拡大です。生命保険に限らず、金融サービスのオンライン化は、後戻りすることのない構造的なメガトレンドであり、コロナを経て、オンライン化の時計はさらに進みまして、さらなる成長可能性を見込んでおります。2点目に、世の中での若年層を起点とするテクノロジーの利活用の拡大です。昨今、便利な IT サービスがますますと登場しておりまして、それらを主に若年層の方々が早期に取り入れ、その後、幅広い世代に広めていくというような動きが活発化をしています。このような消費者の行動変容は、オンラインビジネスを営む当社にとっては一層追い風になるものと考えております。そして3点目は、巨大な経済圏を持つ企業のオンライン金融サービスへの参入です。決済サービスやポイントプログラムを基軸とした金融圏、経済圏の潮流は、当社のパートナービジネスや団信事業を大きく成長させるトレンドだと捉えております。以上のような事業環境を踏まえ、当社は今後の事業運営における重点領域を新たに定めました。20ページをご覧ください。こちらが当社の今後の事業成長を支える3つの重点領域になります。リブランディング、テック&サービスエンベレード、この3つがライフネット生命を次の成長ステージに引き上げ、オンライン生保市場におけるライフネット生命の圧倒的な地位、これを確立し続けるための重要なテーマであると考えております。この重点領域と絡めて、各事業の今後の成長戦略の説明に移ります。21ページをご覧ください。個人保険事業のダイレクトビジネスにおきましては、これまで築き上げてきたライフネット生命ブランドを、今の時代やお客様の価値観に合わせてアップデートをし、若い世代のお客様から選ばれ続ける保険会社になることを目指していきます。加えて、さまざまなデータを活用したナーチャリングの促進や、若年層に必要な商品サービスの強化など、テック&サービスの観点でも取り組みに注力をしてまいります。22ページをご覧ください。個人保険事業のパートナービジネスにおきましては、昨今の決済サービスやポイントプログラムを基軸とした金融経済圏の潮流を受け、今後当社の経営資源の投下をさらに強化し、協業パートナーとのビジネスの深化と拡充に努めます。特に既存パートナーとの取り組みにおいては、これまで以上に各パートナー企業の重点戦略や経済圏に強いコミットメントで組み込まれていくことが鍵になると考えております。既存パートナーとの協業の深化、および新たなパートナーの開拓、この両輪でパートナービジネスをライフネット生命の中長期的な成長を支える大きな柱へと引き上げてまいります。
23ページをご覧ください。暖身事業におきましては、既存のパートナーである au 自分銀行との取り組みとパートナー銀行の拡大、この2本柱で取り組みを推進します。まず昨年7月に開始をした au 自分銀行との協業については、良質な保険商品サービス開発をライフネット生命が担い、 au 自分銀行の住宅ローンの競争力強化を支援することで、今後も大きな成長が期待できると考えております。その上で、銀行業界における住宅ローン事業の DX 化を追い風に、新たなパートナー銀行の開拓にも取り組み、暖身事業の拡大を目指してまいります。24ページをご覧ください。これまでにご説明した成長戦略を力強く実現をするためには、従業員が活躍できる環境づくりが重要となってまいります。そのために当社は、多様性と成長機会を軸に、人材への取り組み、投資も強化をしてまいります。具体的には、今回新たに掲げた3つの重点領域に注力するための横断型組織への体制移行、従業員の挑戦を通じた育成、ライフネットの生命保険マニフェストを基軸とした組織風土の維持強化、これらの人材戦略を通じて、事業の成長および企業価値のさらなる向上を目指してまいります。25ページをご覧ください。このセクションの最後のパートになります。当社は経営指標を従来のヨーロピアンエンベデッドバリューから包括資本に変更をいたします。この包括資本は従来の EV と同じくライフネット生命の企業価値を表す指標で、まあ、英語ではコンプリヘンシブエクイティと表し、CE と略称で表現することも出てまいりますので、この機会にぜひ皆様に覚えていただきたい指標となります。生命保険会社特有の指標であったエンベデッドバリューから IFRS 財務諸表と連動する指標である包括資本へ変更することで、株主投資家の皆様に対してこれまで以上に企業価値指標への信頼性を高めることができると考えております。そして当社は経営目標として、中期計画最終年度である2028年度において包括資本2000億円から2400億円の到達を目指してまいります。ここまでが新たな経営方針および中期計画のご説明となります。少しちょっと長くなっておりますが、あと少しお付き合いいただければと思います。ここからは最後のセクション、市場評価向上に向けた今後の取り組みについてご説明をさせていただきます。27ページをご覧ください。このページは当社の市場評価に関連する各種指標を時系列でお示ししたものです。向かって左側のグラフは企業価値を表す EEV および1株当たり EEV の推移です。ご覧の通り、1株当たり EV は毎年力強い成長を継続してきたことがお分かりいただけると思います。一方で、向かって右側のグラフは株価を1株当たり EV で割った倍率、プライスとEV 倍率の推移を示したものになります。ご覧の通り、プライスとEV 倍率は継続的に1倍を下回っておりまして、資本市場からの評価に改善の余地があると当社では認識をしております。28ページをご覧ください。当社では今後、現状の市場評価からの改善に向けた取り組みにも一層の強化を図っていくことを、この場で株主および投資家の皆様に意思表明をさせていただくとともに、その取り組みの一例を当ページに記載をします。主な取り組みとしましては、企業価値指標の信頼性向上や海外保険会社との比較可能性向上を目的としまして、IFRS に連動した企業価値指標を設定したこと、市場へのコミットメントを高めるため、中期計画や株価目標など、具体的なこれ1株当たりの目標や達成時間軸を設定をしたこと、投資活動の拡大や市場流動性向上を狙って、東証プライム市場への移行を予定をしていること、取締役会をモニタリングボードへ移行することで経営ガバナンス体制を強化をしていくことなどが挙げられます。これらの取り組みを一つ一つ着実に実行していくことで、現状の市場評価からの改善を目指してまいります。29ページでは、その取り組みの一つであるコーポレートガバナンスに関する取り組みをご紹介しています。今般取締役会の監督機能のさらなる強化を目的として、2024年6月23日開催予定の
第18回定時株主総会での承認を前提としまして、取締役の構成を独立社外過半数とする体制に変更し、モニタリングボードとしての実効性、効率性を一層高めてまいります。また、女性取締役比率は現状の20%から29%へと大きく向上し、多様性の確保にも努めてまいります。今後も様々な観点から取締役会の実効性を高めていくことで、さらなるコーポレートガバナンスの強化と充実に努めてまいります。30ページをご覧ください。こちらはこれまでの説明のまとめとなります。当社は前段でご説明した新たな経営方針および中期計画の実行を通じて、企業価値の向上を目指すことに加えまして、ただいまご説明した資本市場からの評価改善への取り組みにも今後は一層注力をしてまいります。これら両輪での取り組みが中長期的な株主価値の向上につながるものと考えております。私からの説明、最後となりますが、このページでは中期計画到達時のイメージをお示しさせていただきます。ライフネット生命は今後も金融サービスのオンライン化という構造的なトレンドを捉えながら、事業規模の拡大を目指して成長を追求してまいります。その上で、個人保険事業および団信事業の両輪により力強い成長を持続的に実現をすることで、新たな経営目標に掲げた2028年度での包括資本、コンプリヘンシブエクイティの2000億円から2400億円到達を目指して尽力してまいります。加えて市場評価の改善にも取り組んでいくことで、2028年度における株価3000円以上という目標にも向き合ってまいります。以上で全ての説明を終了いたします。長い時間となりましたが、ご清聴いただきましてありがとうございました。